はい、どうもG ボーイズです、遠出した時に限って車の中に鍵を閉じ込めがち。はい、ということでですね、そんなことは置いといて、皆さん、今日もですね、めちゃめちゃいい目をしていますね。皆さん目が輝いていますね。エスパルスは好きでしょうか？それからサッカーは好きでしょうか？ J リーグは好きでしょうか？はい、それでは始めていきましょう。5月14日土曜日にですね、2時キックオフなんですが、京都サンガバイ京セラスタジアムで、開催される、京都サンガバーサス清水エスパルス、こちらの試合のですね、京都サンガといったらもう誰がね一番怖い選手なのか、それからどういった選手がいるのか、一体エスパルスはどう戦っていったらこの京都サンガに勝てるのか、そういったところをですね、僕の気になったところ、それから思っているところ、今日は徹底的に考察っていうところをね、やっていきたいと思いますので、エスパルス、 J リーグ、サッカー、こういったところが、大好きだよっていう方はですね、まだまだ G ボズ TV チャンネル登録しないよという方は、この際にぜひ、この際にぜひぜひ、チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということで始めていきましょうか。本題に入る前にですね、京都サンガ FC と言ったら皆さん今何を思い浮かべますでしょうか。今めちゃくちゃ調子がいい、それもそうですよね、確かにそうですが、もう一つありますよね、スタジアムなんですよ。この新スタジアムが完成してですね、僕がですね、もう何ヶ月前かな、3ヶ月4ヶ月前ぐらいに全国の J1 スタジアムを巡ってくるという旅でですね、この京都サンガスタジアムバイ京セラ、こちらの方もね、行ってみたんですが、めちゃくちゃ綺麗だったんですよね。はっきり言って正直驚きました。日本一のスタジアムじゃないかとね思ったぐらいに、本当息を呑む美しさだったんですよ。京都市内を車で走っていてですね、なんて言うんですか、こんなところにスタジアムなんてあるのかなってちょっとね、こう疑いながら、それから少し迷いながら走っていたらですね、どこかの橋に差し掛かったところで、左手にもうスタジアムが見えてきたんですよ。うわーっとね、もう、いや、すごいと思ったんですよ。そして目の前には、僕はね、ほとんど行かないっていうか、ほぼ行ったことがない、スターバックスコーヒーなんかもあるんで、ここね、好きな人にとってはめちゃくちゃいいな、というところと、それから、駅がめちゃめちゃ近い、ここもね、羨ましいポイントじゃないですか。はい、ということでですね、本題の方に入っていきましょう。はい、まずはですね、京都サンガ FC は、今年、昇格組の、クラブなんですよね。去年 J2 で、1位がジュビロ磐田で、2位につけたのがこの京都なんですよね。で、その、まあ上がってきた勢いのままに、ちょっとこのダークホース的な、感じで今ものすごくいい成績を収めているんですが、じゃあこの京都サンガ FC が、どうしてこんなに調子がいいのかなっていうところにね、ちょっと迫ってみましょう。京都サンガ FC はですね、監督が張喜寂監督ですよね。もうこの監督といったら有名な監督なんですが、まあ代表的なところで言うと湘南ベルマーレの監督を、4年5年ぐらいね率いていたということで、張喜寂監督のサッカーっていうとやっぱりハードワークっていうところがあるんですよね。もう湘南スタイルと言われたぐらいハードワークのサッカー、これが得意としているサッカーをやるのがこの張喜寂監督なんですよね。はい、そしてですね、京都のサッカーっていうのがですね、こちらはですね、前節の、札幌戦の京都サンガの、スタメンなんですが、基本的にはですね、4-3-3というか4-1-2-3みたいな、このシステムで戦っているんですよね。もう前回というか、ちょっとルヴァンカップで、メンバーを大きく変えてですね、ほとんどの選手を変えてってやったところでは3バックをやったんですが、その時はちょっと守備が崩壊というか、大量失点をしてしまったんですよね。4対1とかで、敗戦してしまったんですが、その試合では、大前元気選手が、得点をしたりとか、少しいいところもあったんですが、だから基本的にもう3バックってあんまりやってこないと思うんですよね。で、次の試合もおそらくこの4バックで来ると思います。そして京都のサッカーというとですね、先ほど言った、ハードワークというところがあるんですが、もう一つがですね、ハイライン、ハイプレスっていうサッカーをやってくるんですよね。ですから、このなんか似てるなと思った方いると思うんですよね。なんか聞いたことあるぞって、これどこだったかなと思ったら、これ、湘南ベルマーレと同じようなサッカーをしているんですよね。システムっていうところは全然違っているんですが、はい、ということですね、京都サンガ FC が、ハイライン、ハイプレスを敷いて、まあ、ハードワークのサッカーをしてくるというところまでは分かったんですが、ここでですね、僕がどの選手をこう注目しているのかっていう
というか、どの選手が怖いのかなっていう感じている選手を、3人ほどちょっとね、ご紹介するんですが、まずは、武田翔平選手ですよね。ここも2列目の選手なんですが、武田選手はですね、まあ、スピードもあったり、このテクニックっていうところもあるんですが、なんていうんですかね、このバイタルエリアから、こぼれ球とか、ミドルを狙ってくる選手なんですよね。ですので、ここの武田選手を、捕まえておくというか、コースを絶対に開けないっていう、サッカーが必要になってくるかなというふうに思いました。そして2人目はですね、トップの左サイド、松田天馬選手ですね。この選手も怖いなと思ったんですよね。はっきり言って抜群のテクニックを持っているんですよ。そしてまあスピードもあったりというところと、あとはやっぱりこのクロスの精度っていうところもものすごく高い選手なんで、ここをどれだけ抑えるかっていうところにもかかってくるなというふうに思ったので、怖い選手だなというふうに思いました。そしてですね、じゃあ誰が一番最も怖い選手なのかっていうところなんですが、もう皆さんね、これを見てる皆さんは、もちろん分かってると思いますが、もうせーので言いましょうか。はい、せーの、ピーター・ウタカ選手ですね。この選手こそ抑えなければいけない選手だと、思います。もうこれは当然のことなんですが、ピーター・ウタカ選手といったらね、2015年でしたっけ、エスパルスにもね、在籍していたことがあるんですよね。っていうか、エスパルスの、スカウトの方が外国からね、ナイジェリアとかどこからかな、連れてきたんですが、エスパルスのスカウトの人とかって、外国から見つけてくるのがめちゃくちゃうまいんですよね。でもですね、去年もですね、J2 でも、ウタカ選手かなり無双していたんですが、今年もですね、まあ、変わることなく、J1 でも、無双というかね、今めちゃめちゃ調子を上げていて、得点王というところに今なってるんですよね。得点王というか、得点ランキングトップなんですよね。ただいま、8点取っているんですよね。この攻撃力というか得点力は恐ろしいものがあるなというか、今38歳ですが、衰えを知らないというか、むしろ進化しているなというのが、やっぱりこのピーター・ウタカ選手なんですよね。じゃあこの、ウタカ選手のですね、特徴はどんなとこなんだって、もうエスパルサポーターの皆さんだったら、ほとんどの方が分かっていると思うんですが、エスパルサポーター以外の方にも、分かるようにお話ししますと、まずですね、フィジカルモンスターですよね。フィジカルがとにかく強いです。当たり負けなんて絶対しない選手なんです。そしてですね、スピードっていうところもあります。38歳ですから、この体力的なところでは、めちゃめちゃあるわけではないんですが、京都ではですね、この J1 のこのシーズン始まってから、ほとんどの試合を、まあ、フルで出ているんですよね。ですので、ずっと走りっぱなしというわけでなく、要所要所で大事な部分でトップスピードに乗って、結果を出すという、一番厄介なタイプの選手だなというふうに思うんですよね。はい、ということでですね、ちょっと、京都サンガの紹介投げよって思ってる方は申し訳ありませんね。ここからはエスパルスの、話に入っていくんですが、まず守備のとこから、考えていくんですが、じゃあどう守ったらいいのっていうところですよね。先ほども言った、左サイドのですね、松田選手を抑える、ここもちろんですよね。やっぱりエスパルスって寄せが遅いんで、しっかり寄せきれないんで、やっぱりクロスを正確に上げられてしまう。体をぶつけるだけでも、足をちょこっと当てるだけでも、正確なクロスって上げれないですから、やっぱりそこをグッとね、一歩二歩、いつもより一歩二歩やっぱり寄せてぶつけていくっていうこのプレス。そして、ウタカ選手はじゃあ一体どうやって抑えるんだっていう、話になってくるんですが、エスパルスのディフェンスって基本的に、ゾーンディフェンスなんですよね。セットプレーの時もそうですが、流れの中のディフェンスの時もゾーンディフェンスっていうものを使っているんですよね。ゾーンっていうことはマンツーマンでないので、人にぴったりマークをついてっていうディフェンスじゃないんですよね。しかしエスパルスって意外とですね、この選手の、監督との決め事みたいので、その試合によっては、このじゃあ右サイドの、この選手にじゃあ誰々がついていこうよ。じゃあこの選手には誰々がついていこうよ。この時間帯はしっかりついていようよっていう、決め事がね、試合を見てると意外とこうありそうだなっていう風に、見えたりもするんですよね。ずっとこう体寄せているとか、もう完全にその選手のコースを切っているとか、こう、なかなかこう、距離を空けて離れないっていう、守り方をしてたりするんで、基本的にはゾーンなんですが、監督との決め事というか、試合ごとにやってることって、結構マンツーマンであるんですよね。で、おそらく平岡監督はですね、このピーター・ウタカ選手、もちろん、このヘッドが強い、それから、ボックス内で、それからボックス近辺でやっぱ自由にさせたら、ミドルっていうところも持ってるんで、ここを自由にさせちゃいけないよっていうのはもちろん分かってるんで、誰をつかせるかっていうところを考えているんだと思うんですよ。やっぱりマンツーマンっていうのは必ずね、この試合の中でエスパルスの方はやってくると思います。
で、ここについていくのが、鈴木義則選手なのか、それとも達田選手なのか、それともバウド選手なのか、ここはですね、スタメンの関係にもよると思うんですが、まあ、ここで、まあ、ついていく選手ですよね。僕、意外とですが、ここ、達田選手が、まあ、マンツーマンでついたら、ちょっと面白いんじゃないかな、というふうに、思っております。はい、そしてですね、守っているだけじゃ勝てないぞと。得点を取らないとサッカーは勝てないスポーツなんだぞというところでですね、ここからはオフェンスの部分、攻撃のことに関してちょっとね、考察っていうのをしてみたんで、お話ししたいと思うんですが、ですね、戦い方としては、さっきも言ったように、この、京都のサッカーに似ているサッカーっていうのが、湘南のサッカーだと思うんですよね。やっぱり張飛樹監督っていうこともありますし、ハイライン、ハイプレスのサッカー、ここも同じですよね。ということはですよ、湘南ベルマーレにエスパルスが、4対1? だから、勝ったじゃないですか。大勝したじゃないですか。で、その試合を参考にしてみると、やっぱり、裏抜けっていうところですよね。背後へのスペースのパス。ここがかなり有効だったんですよね。やっぱりハイラインの後ろには広大なスペースがあるので、やっぱりそこを狙っていくっていうのが、まず一つの手だと思うんですよね。そしてもう一つが、高さを生かすっていうところだと思うんですよね。データで見てみるとですね、京都サンガーはですね、失点の場面なんですが、一番失点のパターンで多いのが、クロスからの失点なんですよね。ということはやっぱり、背後へのパス、ここももちろん有効ですから、ここにサンタナ選手とか、鈴木唯人選手とか、こういったところがね、抜け出していって、もちろんゴールを狙う。プラスのところですよね。このクロスの失点が一番多い京都に対して、クロスを生かさない手っていうのは絶対ないと思うんですよ。というところで僕が期待しているのは、オセフン選手なんですよね。で、このオセフン選手なんですが、ちょっと考えているところがありまして、僕はですね、スタメンでまず見たいというところですよね。そしてオセフン選手、サンタナ選手、それから鈴木唯人選手、ここの選手を使っていくということ、これに関してはですね、また明日の動画になるんですが、オセフン選手の生かし方っていうところをちょっと、考えていきたいなというか、考えなければなというふうに思うんですよね。オセフン選手は最近生かしきれていないじゃないですか。前節の、スローインからですね、オセフン選手がポストプレーで潰れ役になって、そこから、松岡選手から、最後誰かが打ってみたいな攻撃につながったところもあるんですが、ポストプレーっていうのはもちろんいいんですよ。でもやっぱり期待するところがやっぱりゴールかなというところなんですよね。そしてやっぱりせっかくですから、サンタナ選手とオセフン選手同時スタメンが見たい。じゃあこのシステムを生かすにはどうしたらいいんだっていうところなんですが、4-4-2 では僕は難しいなというふうに思っております。まあ、さっきも言ったように、これはちょっとね、明日またお話ししていきますので、またちょっとフィバっていうゲームを使って、このオセフン選手の生かし方っていうところをちょっとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がですね、少しでも面白かったよという方は、ぜひぜひ、高評価ボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本当にね、皆さんのおかげでこうやって YouTube ができているので、すごく感謝しております。はい、ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。